原好美の心置きなく。皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。2月に入りました。本日は2月6日です。きっと寒いであろう、そんなテンションで今読んでみました。そしてね、世の中的にはなんかオリンピックが開催されたりする時期。そっか、そうなのか。もう最近さ、まあそう、夜ニュースをつけながらなんか食器洗ったりとかそういうことはあるんだけど、何かしながらニュース番組をつけておくってことはあるんだけど、全然テレビ見ないからさ。そっか、もうそんな時期になってきたんだね。そっかそっか。ということで、なんだ？冬のスポーツの思い出はありますか？私、あんまりそういう経験がなくて、思い出だと、長野オリンピックで、ジャンプのこう、団体で、メダルを取った瞬間を、家族、どこで見てたんだろう？実家なのかな？親戚のおばあちゃん家だったのかな、なんかね、を見てた記憶があって、あれ多分でも今の実家かな。なんか石油ストーブのついてる時のゴーっていう音とこたつに入って、でテーブルの上にちっちゃい子とか、まあ大人も飲むけどヤクルトのドリンクがこうボンって置いてあってっていう記憶はある。全然スポーツの思い出じゃない。そうだな、スケートだったら、なんか今はちょっと難しいかもしれないけど、なんかこう、施設があるじゃないですか、そういう。そういうところで、遊んだことはあるけど、なんかね、生まれたての小鹿以下の動きをするから、私。全然滑れなかった。当時ね、島袋ちゃんと、岩見ちゃんの3人で遊んだことがあって、その時にやったんだけど、2人はね、岩見ちゃんがすごく上手だったの、スケートで。島袋ちゃんも最初はなんかおーおーおーって感じの動きしてたけど、でもスムーズに動けてたのかな。もう私は1周どころか4分の1もこう進めなくて終わっちゃった。これは克服できるのかな。ね、みんなで応援していきましょうね。はい、ということで、そろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ネーム、かわらっちゃさんからいただきました。今食べたいアイスは何ですか？サーティワンのホッピングシャワー。小原好美の心置きなく。改めまして、小原好美です。名前合ってるよね、ホッピングシャワー。サーティワンのお店に行くことはめったにないんですよ。ただコンビニで売ってるから、たまに2箱、3箱ぐらいまとめて買ってストックしてる時がある。で、初めてホッピングシャワー食べたのって実は去年なんですよ。そうそうそう。その前にも食べたことあるのかもしれないけど、なんか私あんまりミントが得意じゃん、チョコミントとかが得意じゃなかったの。嫌いってわけじゃないよ、全然。ただミントは好きなんだけどね。そう。だから、自分で好んで選ばなかったんだけど、去年の夏頃かな、なんか急に食べたくなってきて、食べてみたらとっても美味しかったから、そう、だからそっからたまにこう買うようになって、今も冷凍庫に入ってる。うん、今パッと浮かんだのはそのアイスかな。雪見大福とかも美味しいよね。じゃあ、普通歌読んでいきますね。ここネーム、焼き鳥屋さんからいただきました。ココちゃん、お久しぶりです。北海道のしがない、
保育学生でございます。ご無沙汰してます。大学の講義やレポート、アルバイト等で忙しく、ほぼ1年ぶりにメールを書くのでちょっと緊張しております。さて、昨今コロナ禍で大変ではございますが、この度家族でカフェを経営することになりました。最初は冗談だと思っていたのですが、どんどん話が進んでいき、今年の3月にはオープンする予定です。正直成功するか分かりませんが、ぜひココちゃんにも来ていただきたいので、コロナが落ち着くまでお店を潰さないように頑張ります。すごい、ご家族での決断。3月ってじゃあもうすぐじゃん、1ヶ月後。北海道誰か連れてってください。去年の11月ポンポさんって言ったんだけどね。でもなんかそういうこう機会がないと、なかなか弾丸で北海道行くってことできるかもしれないけど。へえ、すごいね、カフェをやるの。家族でやるっていいですね。へえ、なんかその後進展あったら教えてください。はい、ありがとうございます。では続けて読んでいきますね。ペンネーム、えとねこさんです。ありがとうございます。ココちゃん、ここにちは。ここにちは。いつも放送楽しみにしております。1月16日にお話しされていた、お参りを終えた後に風が吹くということについてお話しさせてください。この風は、神風というものではないかと思い、うろ覚えだったので調べてみました。神風というのは、神様に願いが届いた縁起の良い合図だと言われています。自分側からご神殿に向かっての吹く風の意味は、願いが届いたよという証拠。ココちゃんのようにご神殿から自分側への風は、願いが届いて聞いていただけるという証拠だそうです。そんな神様にも愛されてしまうようなココちゃんに出会えて、演技に魅了されて、いつも元気や笑顔をくれて、ありがとうなんて言ってもらえる僕らもかなり幸せ者なんだなって感じてしまいました、という。ありがとうございます、意味を教えてくれて。だったらいいな。まだ今年は初詣に行ってなくてですね、川越にお参りに早く行きたいなって思ってはいるんですが、またその風は吹いてくれるのでしょうかね。はい、ありがとうございます。ではでは続けていきますね。ココネーム、アプリコさんです。出演が決まっていたワッチャプリマジですが、ついにアマネ様とパタノが本格参戦してきましたね。最初はパタノの喋り方に驚きましたが、違和感を感じさせない演技で気づいたら癖になってしまいました。またザ・シークレットガーデンという曲でアマネ様のハモリを歌っているのもココちゃんですよね。パタノは歌うと美声になるタイプなんだと、そのギャップが刺さりました。役柄も曲も初めてのことが多かったと思いますが、参考にしていたものや練習したことはありますか？そうですね、今月に入ってパタノがいよいよ本作に参戦したんですけど、そうそうだね。あ、まずはアマネ様が歌う歌のコーラスっていうかな、ハモリで入ってるのは、あれ実はパタノなんですよ。そうパタノってアマネ様っていう人に対してすごく慕ってるというか、憧れがある、もうすべてが尊いって形でパタノはいつもくっついてるから、だからその気持ちを込めて寄り添うように歌っているっていう、設定というか、なんかそういうバックボーンって、なんかそういう話なんですよ。で、パタノ、そうだね、ヒルダの冒険っていう作品でも男の子を演じてるから、男の子は今までやってきたことはあるんだけど、初めて、私の演じる男の子見たって人も結構多かったみたいで、嬉しかったんですが、そうだね、でもね、なんだったらね、よくさ、私が声優になるきっかけの話をするときに、母親が声優になったらいいじゃないってずっと昔から言ってくれてたっていうのは、声に特徴があるっていうのはそうだったみたいなんだけど、実は私のよく演じてる、なんか声が高めのアホっぽいキャラクターじゃなくて、
男の子の声真似をよく母親聞いてたから、それを聞いて、あなた声優やったらいいじゃないって言ってたの。だから母親は男の子声を聞いてそういうふうにずっと言ってたのね、実は。そうそう。だから、テレビで、その男の子っぽい声で演じてる私の声を聞いた母から後日連絡もらって、そうそうそう、これをテレビで、なんか、早くあんたの声で聞きたかったのよっていう風に後日言われた。そう。だから逆に、最初のデビュー作とかが結構ういういしいナチュラルな芝居だったり、可愛い系のキャラクターを演じてた時は、母にとっては逆にギャップだったらしくて、あ、そういうお芝居をするようになったのねって言われて。で、やっと5年経って、なんか、母親が、いつも聞いてた、見てみたい、聞いてみたいお芝居が聞けたらしくて、結構喜んで見てくれていましたね。私もだからそうやって母が褒めてくれるようなキャラクターってか声で演じれたのはすごく嬉しいなって思います。プリマジね、長く続いていけるように私たちも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ続けていきますね。ココネーム、エレンス涼介さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。僕は学生時代、授業中に先生から隠れてポテトチップスを食べたりして、先生によく怒られていたのですが、ココちゃんは授業中先生に隠れて何か食べていたことはありますか？何かしら食べてたんじゃない？なんか、早弁とかしたことなくて、なんか、なんだろう、グミとかチョコレートは食べてたと思うんだけど、学生時代より専門学校の時の方が結構そういう思い出あって、いつも稽古の時とかにコンソメパンチを持ってる女の子がいたの。でも、いるメンバーの中で一番スラッとしてて細い子なの。で、いつもコンソメパンチを食べながら、なんかこう、ああでもない、こうでもない。すっごい真面目な子だよ。そう。っていう子がいて、だから私はなんか人と話すの当時から好きだったから、なんとかとかって言って、女の子なんだけど、話しかけに行くと、なんだよ、小原とかっていうような子だったんだけど、なんかくっついていこうとするとすごい嫌がるタイプの女の子だったんだけど、ある時にその子の誕生日が近いってことを知って、当時からピアス作ってたから、結構大ぶりの、なんかこう、結構アジアンっぽい服が好きな子だったから、それに合わせたら可愛いだろうなっていうパーツをこう組み合わせて、ピアスを送ったことがあって、そしたらその子すごい、なんか、何これ、ありがとうとかって言いながら、態度はそんな感じなんだけど、でも、次の、なんだ？稽古の時から卒業するまでの最後までずーっとつけてくれてた。うん。元気かな？なんかそんなこと思い出しちゃった。授業っていうか稽古の時ずっと食べてたな。私もだからたまにコンソメパンチ食べるんですけど見ると思い出しますね。はい。ではでは続けていきますね。ココネーム K さんです。こんばんは。先日、大学入試、共通テストを受けてきました。うん。今年の共通テストは、数一 A が難科と言われていて、自分はその難科に飲まれ、最初に目指していた点数を取ることができませんでした。問題を解いているとき、何をしていいのかわからず、焦りすぎて周りが見えなくなり、泣きそうになりました。小原さんはこのような試験などで泣きそうになった経験はありますか？そういった時にどう対処しますか？まだまだ試験はあります。そういった時の参考になるアドバイスいただけると幸いです。そうなんだ。なんだろう。私はこの大学とかは一切ご経験をしていないから、いわゆる学生の時にあった統一テストとか、そういうのしか経験がないから、あんまいい加減なことが言えなくて。すごい大、なんだろう、もう私が見てもなんかさっぱりわからないんだろうな、こういう、なんかテストとかって。当時、そうだね、塾とか通ってた学生の時に、正直勉強は得意じゃなかったから、
どんなに頑張っても、その、いわゆる頭のいい勉強ができるっていう子たちになかなか追いつけなくて、私は。そう、だから結構テストの時に、多分計算以上に、私、頭真っ白になっちゃって、フリーズしてること多かったの。なんか、できるはずなのにパニックになっちゃうんだよね。そうそうそう。でも、その一個の一コマのさ、教科のテストの時間ってだいたい1時間ないじゃん。50分とかなのかな？何分なんだろう？ちょっと細かい時間わかんないけど。とかって限られてるから、どん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 焦っちゃうんだけど、なんか私その時に、未だにこういう仕事でもやっぱ内心焦ったりとかパニックになることはあるから、そういう時に思うのは、焦って今いっぱいいっぱいになるんだけど、後で振り返ったらなんかこんなことあったなっていうだけのほんと一瞬に過ぎない出来事になるっていうのはなんとなくわかるから、だからそんなに慌てなくていいやって思って一旦その問題から目を離してたの。それで次の問題やって、でまた戻ってきてって言って、ちょっと冷静さをこう取り戻そうとしたりとかしていたし、よくよく考えてみると、そういうの終わった後で周りのその受けてた子とか友達に聞いてみると、大体同じ状況だったっていう風に言ったりする子いたりしたから、だから自分だけが焦ってるのかっていう風に思っちゃうと余計パニックになっちゃうと思うから、周りもそうなんだろうなって思っていれば少しは気持ち保てるのかもしれないね。今後も試験はあるのか。頑張ってね。まあ、体調だけは崩さないように頑張ってくださいね。応援してます。はい、ということで、ふつおたはここまでとさせていただきます。では、ここからはこちらのコーナーをお届けします。ありがとうのコーナー。こちらはリスナーの皆さんからありがとうと思ったエピソードを送ってもらい、みんなでほんわかしていこうというコーナーです。今回選んだの、本当いただいた中の本当何通かなんですけど、この中には天国に旅立った猫ちゃんに対する、ちょっと足の不自由な猫ちゃんに対するありがとうのメールだったりとかっていうのもいただいて、なんか動物にまつわるメールが結構ありました。はい。ではちょっと読んでいきますね。ココネームシルバーさんです。小原さん、こんばんは。こんばんは。私がありがとうと伝えたいのは、小中学生の頃の同級生です。私は中学生の時に人間関係がうまくいかなくなり、友達がほとんどいませんでした。そんなある日、その同級生と連絡する機会があり、久々に会って食事をすることになりました。ずっと会ってなかったので、ドキドキが止まりませんでしたが、再会した途端に会話が弾み、笑顔になれました。またこうやって食事しようよと言ってくれたので、思わず泣きそうになりました。この縁に感謝し、これからも大切にしていきたいです。PS、その同級生は声優さんにも詳しく、小原さんのインスタをフォローしてるけど、とてもいい人だよねと言っていました。へー。そうなんだ。じゃあ、二人してアニメが好きなんですかね。まあ、その会話のネタになったんだったらよかったですけど。すごいね。学生の頃の、まあでもよくあるあるなのかな。小中学校の頃の同級生って、今ってか大人になってから会うって機会、やっぱこうやってわざわざ設けないと難しいよね。なんか私も高校の時からの付き合いの友達が何人か、今もこう連絡先繋がってるっていう状態だから、小学生の時の友達ってほとんど今繋がってないんですよ。そうそう。まあ SNS があるから何かしら探せば出てくるんだろうけど。だからなんかこうやってわざわざ、なんかまた再び繋がれた。で、しかもこれ楽しかったって言って、また向こうからご飯しようよって言ってくれたってことは、かなり馬があっただろうから。ね。ちょっと出かけるのはなかなかね、今の時期難しいかもしれないけど。ね、なんか大事にしていきたいですよね。では続けて読んでいきますね。ココネームカニクリームコロッケさんです。初めてお送りします。
前回のココラジ聞かせていただきました。いつ耳を傾けても小原さんの紳士的で実直な言葉に心洗われる思いになります。いえいえ、ありがとうという言葉の大切さを改めて思い知ることができました。私からありがとうを言いたい人は小原さんです。ココラジのマイボトルを購入させていただき、毎日使いたくてペットボトルばかりだった生活を改善することができました。ほう、たわいもない話ですみません。でもありがとうございます。ボトルが可愛いので、私が休みの日は、奥さんや娘が使ったり家族で共用させていただいております。嬉しいです。小さなきっかけかもしれませんが、継続していく中で大きな成果になると思いました。お便りを書くのも下書きなんて久しぶりで、奥さんにラブレターを書いて以来だと思います。これからも頑張ってください。小原さんの紡ぐ言葉が大好きです。なんと嬉しいですね。さらっと書いてるけど、奥さんにラブレターを書いて以来、ラブレター書いたことがあるんですね。ちょっとそれは話違うね。でもなんかいろんなところで、まあありがとうっていう言葉、結構この番組で出てくる言葉でもありますが、ココラジのグッズで出したボトルを家族でこう使ってもらえてるっていうのもすごく嬉しいですね。なんかまたもしかしたらグッズが出るかもしれない、まあ出ないかもしれないけど、なんかそんな時にまた家族で楽しんでもらえるものが出せたらいいなってちょっと思いましたし、なんかこういう家族の時間大事にしてほしいですね。そんな中で私のラジオを聞いていただけて、私もすごく嬉しいです。ありがとうございます。ではでは続けていきますね。ココちゃんありがとう。最近バイク事故で骨折、全身打撲をしてしまい入院していました。その日は痛みや事故をしたことよりメンタル的にもダメージを負っていました。その日の夜、スマホで聞いたココラジのココちゃんの優しい声を聞いて癒され、手術し退院しました。退院はしましたが、まだまだ骨は折れたままで痛みもありますが、リハビリに専念し元の日常に戻れるよう頑張っていきます。ココちゃん本当にありがとう。追伸、初めてメールさせていただきます。人生楽なく苦ばかりと申します。その日のコーナーがちょうどありがとうのコーナーだったので、私もメールさせていただきました。片手でタイピングするのってなかなかしんどいですね。そんな大変な時にわざわざメールを送ってくださったんですね。ありがとうございます。そうか、でもご無事で何よりですよ。この内容を拝見して改めて思ったんですけど、いやーそうだね、私骨折の経験はなくて、まあなんだろう、顔を大怪我するとか、あとは捻挫とか言うてそのぐらいなので、だから結構そのなんだろうな、その後の日常生活、元の生活に戻るまで結構時間かかるじゃないですか。うちのまあ両親も手術した経験とかもやっぱりあったりするから、自分の経験はないけど、辛そうにしている人のそばにこうついてたことはあるから、だからそんな時に何ができるかって当時こう考えたこともあったんだけど、この方にとってそのどっかちょこっとしたその支えだったり癒しになったのがそのこの番組だったっていうんだったらよかったです。とはまたね、そうだね、その怪我の具合からするとリハビリはもうちょっとかかるのかなとは思うんですけど、あの日々の生活、あのいろんなもの、美味しいものとか食べながらね、自分を励ましてまた頑張っていただきたいなって思いますね。ありがとうございます、わざわざ送ってくれて。ということでここまでとさせていただきます。引き続き皆さんからのありがとうのエピソードお待ちしております。小原好みの心置きなく、
送りしてきました小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通歌、何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は、郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、ありがとうのコーナーでお読みしました。人生楽なく久ばかりさんにお送りしたいと思います。ぜひね、まだまだリハビリが続くと思うので、後日多分丸いステッカーが手元に届くかと思いますので、なんか丸いやつが応援してくれてたなって思って手元に置いといていただけたら嬉しいです。はい、ということで私からのお知らせです。ワッチャプリマジにてパタの役で出演させていただいております。そしてからかい上手の高木さんさんではみんなとして出演させていただいております。そしてあけびちゃんのセーラー服にて大熊みのる役で出演させていただきます。そして U-NEXT にて映画大好きポンポさん、そしてドゥームパトロールシーズン2に出演させていただいております。そしてネットフリックスの方ではヒルダの冒険、そしてヒルダと山の王が配信中です。よろしくお願いいたします。今期さ、すごい自分全く出てない作品とかでも気になってるやつが結構あって、いろいろ見て楽しんでます。春版もすごいね。自分が出る作品ももちろんなんですけど、他にもチェックしたい作品いろいろあるから、あとはアニメじゃなくてドラマとかも最近見ているから、言い出したらちょっとキリがないですね。なんか作品いろいろ見て、なんかいろいろ吸収したいななんて思ったりしてますよ。はい、そして今週の一言はラジオネームやまやんさんからいただいた一言です。これは猫なんですかね。はい、ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。猫ちゃんは頭よりボディの方が触り心地がいいにゃ。だからお腹をなでなでしてほしいにゃ。自ら弱点を言ってきたよ